ビルブルクシュテッテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、ビルブルクシュテッテン行政共同体の一員である。ビュルツブルグ、ローテンブルクオプデアタウバー、及び、フォイヒトバンゲンから、リンケルスビュールを過ぎて、ノルトリンゲンへ向かう途中、ロマンティック街道は、ビルブルクシュテッテンを経由する。この町は、ロータハカワが、 ベルニッツ川に合流する地点に面している。この町は公式には17の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ビルブルクシュテッテンの周辺地域は大変に古い時代から入植地が設けられていた。1931年、連邦道 B25 号線の西側で交付によって前史時代の住居跡が見つかった。 この遺跡は専門家によって紀元前2000頃のものであると鑑定された。ローマ人はビルブルクシュテッテンの南側に国境、すなわちリーメスを建設した。このローマ帝国の国境防衛施設は今日までその一部が残っており、土地の人々は悪魔の壁と呼んでいた。中世にはビルブルクシュテッテン周辺地域はエッティンゲン白領となった。 1261年からビルブルクシュテッテンに独立した領主家が創設され、レヒエンベルク家を称した。この家はエッティンゲン博家の重視となり、リムブルク要塞に住んだ。さらにこの家の防流が村の中にビルブルク城を有した。この城の名が村の名前の由来となった。1431年から1805年までビルブルクシュテッテンは、 その超税権を握っていた帝国自由都市ディンケルスビュールの強い影響下にあった。左右に分割。向かって、左は赤字に垂直に立てられた熊で。向かって、右は銀字に青い水車が中央の分割線から半分だけ描かれている。工業及び農業がビルブルクシュテッテンの基幹産業であるが、小売業って工芸。 観光業及びその他のサービス業もある。ビルブルクシュテッテンウェイクには、連邦アウトバーン A6 号線のアウラハイ,インターチェンジ、または、シュネルドルフインターチェンジあるいは A7 号線の、リンケルスビュールフィヒテナウインターチェンジを利用する。ビルブルクシュテッテンは、ロマンティック街道の一部である、連邦道、B25 号線沿いである。鉄道ネルトリンゲンリンケルスビュール線が現在、 旅客輸送を再開しており、主に木材加工業者の客を輸送している。さらに、バイエルン鉄道博物館の胴体展示車両が、ネルトリンゲン、ディンケルスビュール、フォイヒトバンゲンの間を結んでいる。ありがとうございます。